疲れ様です。今日も、この洋画にあります、グローブスさんにお邪魔しています。前回、一緒に野球をやらせてもらった方がいるんですけど、今回はボクシングでということで、わざわざこのグローブスに来てもらいました。川崎宗則さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、またお邪魔します。先日はありがとうございます。すごい楽しかった。体大丈夫でした？体ね、めちゃくちゃ筋肉痛でした。やっぱそうでしょう、はい、背中使ってたから。そうです。なんでこんなに体張ってるのかなと思ったら野球やと思って。野球、はい、でもすごかったですよね、野球を。いやめちゃくちゃ面白かったです。いや飛距離も伸びて完璧でした。スイングの軌道完全に変わりましたからね。完璧でしたね、はい、この辺使えてましたもんね、体幹を。使えてました、はい、まあ、素晴らしかった。野球でお世話になりましたので、はい、今回はボクシングジムに来てもらって嬉しいです。ボクシングを体験してもらおうかなと。ありがとうございます。川崎さん、ちょっと初めてみたいなんですよ。初めてボクシングジムに。ボクシングジム来るの初めてなんですよ、はい、もうすごくね、興味があって。ボクシングジムとか、はい、もうボクシング大好きなんで、はい、ちっちゃい時から見てたんで。そう言ってくれてましたね、はい、まあ、このジム本当にもう多分日本で一番おしゃれなね、外からの外観もめちゃくちゃおしゃれで、はい、カフェとこうつながったりして、まあ、定型の先輩で、はい、もあり、定型のチーフトレーナーやられた方がここ独立して3年ほど経ちますかね。はい、はい、建てられたんですよ。ロックデナシブルースの葛西さんが四天王の一番強い。呼び捨てしてしまいました呼び捨てしちゃダメだ。上下関係あるんですよね。ロックデナシブルースは葛西さんのモデルにもなってる。はい、笠井さんが。うわー、はい、僕の兄貴が喜ぶわー大好きだったんで、もうちょうど世代なんで。ジムをお借りして、はい、今日はボクシングを体験してもらおうかなと。嬉しいです。本当にね、トレーニングやってるだけでも本当に楽しいんで。いやいや、もうね、はい、その楽しさを知ってほしいですね。嬉しいです。もうね、はい、来たかったし、やっぱ繋がると思うんですよ、いろいろ。野球、僕はいつも野球やってたんで。うん、とにかくジム来るんだったらグラウンドで走れって言われてたんですけど、はい、もう今はジムに来たいです、僕は。ああ、そうですか。ここがいいです。これからまあ40歳になりますけども、はい、ちょっとボクシングもチャレンジするということで。40歳と思えない元気さがありますからね、パワーがありますけど。まあやっぱり腰の動きだって、もう大体スポーツ似てるところあるじゃないですか。まあ野球もそうですし。野球もそうですもんね。はい、ボクシングは腰が、はい、ね。はい、共通する部分もいっぱいあるかと思いますので。はい。よろしくお願いします。いや、今日よろしくお願いします。楽しみ。お願いします。笠井さん、来てくれました、皆さん。岡崎さんがさっきからもうずっとチェックしてくれてたんで、ね、ね、現役時代からもこのこれを担当のトライナーじゃなかった。両足なんですよね。はい、両足のリズムなんですよ。両足で両足さっきは岡崎さんなんかこうやっちゃってる。そうですね、そうですね。両足が両足で動いちゃう。両足でこういう馬のようなんです。それでこれでも吹いてるんですよ。あ、うまい。なんかタタン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 。うわー、いや、すごい。普通に飛んでないの、わかる。これみんな普通に飛んでないの、この音がタタンタタンタタンって。この難しいですね。うわ、めっちゃ難しいと思う。これがこの方がいい。難しいですね。私はここで、これが明日の状態ですね。明日の状態、明日の状態です。じゃあまず基本的にはスタンス、まず、肩幅にしていただいて、川崎さん、どっちですかね。僕はもう右投げ、左打ちなんで、まあ、左打ちは関係ないですね、右投げなんで、はい、右なんで、でも本当に可能性が分からないんで、山中さんの師匠なので、でも右ですね、右ですよ。右投げ、はい。じゃあ、肩幅に投げてもらって、右、左。
きなんで、右足を、はいはい、それで、正面やれば、はい、で少し、こっちに構えて、はい、で、足を持って感覚はれ感覚だから、まあ、基本的には、肩幅に開いて一歩下がって構える、ね、今なんか非常になんかあの巨人のスーパースター長嶋茂雄さんチックな感じをちょっと理論に組んでたので感覚はあるのかなと、すごい左っていうイメージがめっちゃあったんです。あ、そうだね。そうだね。あ、いいですね。それで基本的にはガールは目の高さ、目の高さ、はい。で、脇はあんまり開かず、脇はやっぱ開かず、はい、わー、これだけもう、はい、これで構え、はい、どうですか、脇はですね、はい、こうなんか常に見られてるんで、なんとなくの感じで分かってはる。うわ、きつ。本当は一歩踏み込むと攻めるじゃん。もう攻めるし、戻しを早くしないといけないってよくボクシングの解説で言ってました。はい、どっちもダメなんですけど、行きっぱなしはダメなんで、行かれるから。はい、戻す。じゃあもういろいろあるんですけど、まあ、基本的にはその、まあ、脇は開きすぎずに、その基本が分かっててのガードを押してジャブとか開いてジャブとかっていうのはいいんですけど、基本はやっぱりここから前に出して、モス。モス。はい、モス。はい、これは基本です。このジャブは何の役目があります？やっぱり次のパンチ、次のまあ右、川崎さんという右ですね、はい。右を当てるために、距離感。はい、距離感を合わせたりとか、いかにジャブで違うパンチを当てるかっていうのもそうですし、自分の距離感を保つためにもそうですし、ジャブもあの有効なんです、本当にリズムを取るために。自分のペースに持っていくためにすごい有効なパンチなんで、ね、まあ、基本の配慮はこのまま踏み込まないままでもいいんですけど、はい、やっぱり戦ったり、予算のバックになってくると、結構踏み込んで、ちょっと当たらないところから一歩踏み込んで、早い、怖い、怖い。バックでもそうし、人でもそうし、当てるっていうイメージなんで。菅原さんのちょっとジャブをちょっとあの見せてもらっていいですか、このシャドウで。じゃあ、お願いします。はい、まあ、僕はサウスポーなんです。はい、行った時絶対行ってから元の位置に戻るよ。絶対戻る。行った時前にも行き過ぎない。すぎない、バランスっていうのも常に大事ですね。行った後にパンチを受ける体勢、はい、っていうのは絶対大事なんで。グラブ、このグローブ、今矢野さんの手はどっちかというとこうじゃなくて、僕はこうやってるけど、はい、なんか力こう、まあ、そう握り的にはどう、はい、結構握ってる。瞬間だけ握ってますね。瞬間も結構手首強い方なんで、うわしっかりこう返すと、これが返してるんですね。はい、うわすごい。返す選手いないかもしれないんですけど、これちょっと結構リスト、はい、強かったんで、特徴的な部分ではあるんです。じゃあこうやって効かした方がボクシング、まあ、グラブつけてて、はい、まあ、パンチ全てそうなんですけど、やっぱり拳を当てないとパンチも効かないので、はい、ストレートでもジャブでもストレートでもフックでもアッパーでもやっぱ全て拳をしっかり当てるっていう意味です。はあ、はい、こういうところで当たったらやっぱり効かないですし、なるほど、まあ、ここ自分の手も負傷するんで、そこは絶対大事ですね。うわ、まあそのシャドウで、はい、しっかりと教えた形で今、ね、はい、ジャブとワンツーを、はい、ちょっとあの、あれ、一回見ました、
いやー、じゃあスナップ読むずかしい。で、1ラウンド2回試しに3分。はい、3分で1ラウンド3分。はい、ダブル。試合になるとパンチが飛んできますからね。うわ、それもやっぱり考えないと対応しないといけないし、やっぱ心拍やわ、心拍がやっぱ大事、ロードワークが大事な意味が分かった。これはジャンプ。ちょっとめっちゃ重いし、重いって。うわぁ、それか、これめっちゃ、うわ早さ待ち、全然もう衰えてるんですけど、重い芯がズドーンってくるよ。本当にもう感じる、ここから持っててパンじゃなくてなんかドーンっていう。そうですね、せっかく踏み込んだんで、その勢いっていうのを下に落とさずにそのまま前に使えるっていうか、ストレートの場合はそういうイメージで僕は持ってます。これはさ、もしかしたら左に打ってもいいかもしれないね。そうですか。うん、この感じだったら左でドって言っても、飛ぶかも。本当ですか。で、そ野球場で、野球場で今度ね、野球場でちょっとやるとき、ちょっと左で、ね、はい、いいかも。逆にね、うん、でも今日ね、一つだけ思ったことがあって、もうすぐ繋がってる、これ野球と繋がって、動き的にもすごく似てて、これは野球選手もいいかもしれない。いや、そうね、まあ、全て野球に置き換えられてますよね。もう、僕はやっぱり野球人で、もう23年間、ね、18からもう高校は野球、まあ、中学、小学校もずっとやってきて、やっぱ野球でこれからもいろいろしていきたいんですけど、でもこの日本のスポーツでボクシングは絶対に強いし、世界でも負けないような日本人の指導者も素晴らしいんで、ちょっとなんか野球とつなげれたらなと思って、あの今日は来させてもらいましたけど、まあ、ものすごく勉強になりました。もうもっともっとあの練習メニューもあるんですけど、ですよね、これがハードすぎました。ちょっとハードすぎたんですけど、ちょっと最後のこれをやりたいな、ミッド打ちをちょっとやり、一緒にやって、あ、そうですね、こういうディフェンスをちょっと、はい、僕はどっちかというとメジャーでも、はい、あの攻撃よりもどっちかというとディフェンスでも変わった、はい、やってくれてたんで、はい、やっぱ僕守りから入る選手なんです、はい、ボクシングやっぱもちろん、さっきのフットワークですね。そうですね、フットワークロッキーの
すいません、はい、じゃあ上地をちょっとよし、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。